まあ、これもちょっとざっくりした質問であれなんですけど、リターンの時に相手の、セカンドサーブに対してリターンを打って前に出たいっていう時に、まあ、そもそもやっぱりそういうのは試合で入れていった方がいいでしょうかというところと、まあ、あともしリターンのコースも前に落としたり、あるいはストレート打ったり、結構狙っていった方がいいでしょうかという質問もあるんですけど、ホスさんどうですかね。僕は、まあ、まず基本的になんかまあリターンダッシュでこうやってプレッシャーかけていくときはもうストレートにこう早いタイミング打っていくっていう風な感じ。ああ、こっちに打ってイメージを持って、はい、で、うんうんうん、走らせて、はい、取らせるっていう風な感じ。うん、でもあのバックの高い打点でストレートに打っていく感じって、まあ、こうそんなに追いつかれない感じのシチュエーションだとしたら結構あのいい状況なんですけども、でも相手のフォア、はい、右利きだったら相手のフォアになる、なったりするじゃないですか、うんうん、バックサイドでストレートだったら、はい、うん、だからまあそこはこうストレートとタイミング早くクロスみたいな感じもこう混ぜたり、うんうんうん、あとはまあ自分がまあネットダッシュして出ようと思って決めてても、まあ相手のセカンドサーブが良かったりして、だけどそれでもプレッシャーかけたい時っていうのはもう真ん中を狙います。ああ真ん中を、うん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 、そうすれば相手はすぐ角度をつけるような感じのシチュエーションじゃないので。そうですね、ここでポジショニングをまっすぐそのままこうタイミングをプレッシャーをかけるようなポジショニングでこう待ってるような感じにしたときに、うんうんうん、どういうふうに出てくるかっていうふうに、例えばまあそこでロブもあったりすると思うんですよね。はい、そうですね、うんうん、このままいけないか、うんうん、確かにセンター深くにリターンっていうのも有効ですね。サーブを打った後すぐ相手の足元に近いんですかね。はい、はい、基本的にはそのセオリーっていうか、こうシングルスでは真ん中の相手の足元に返していくっていうところはセオリーでありますね、うん、うんうんうん、あの土井さんのリターン塾でもまずはその練習しましたもんね。まずはというか、あの、うん、そうですね、カゴの下を狙ってリターンするというか、はい、うん、あそこでいいリターンが入れば、それこそネットに出てもいいのかなという気も本当にしますね。はい。多分でも、その、リターンダッシュしようって最初に決めてる状態でやった方がいいと思うんですけど、はい。多分リターンが良かったら前っていう、そういうスニークイン的な感じでいくと結構出遅れると思うんで、うんうん、ああ。もう、タイミング早くアプローチ、のような感じで出てった方がいいと思うんで、もう多分このポイントで出ようって決めて、はい、で前に入っていくとか、うんうん、まあ、セカンドサーブが甘いからいつか出ようって思っといた方がまあいい、多分打つ前にリターン打つ前にそういうプランをちゃんと練っといた方がいいと思うんで、多分いいリターンを打つ前提でこう頑張って入らないと、うん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 、いいかなと思います。もちろん僕も同じ考えですね、うん、うん、なんかやっぱり決めて入った方が迷いない、だからそこで多少もう甘くなったとしても出ちゃうって感じですかね、うん、そうなんですね、決めておけば、うん、なんかこうシングルスの試合ってよりこう1対1なので、相手のこうメンタル削っちゃえば試合って割と楽に進められるかなっていう気もするので、うん、まあ、そのセカンドサーブ打つのがもう嫌だなっていうぐらい、ちょっと脅かしを入れておくというか、うんうん、そういうショートポイントを作るっていうのは大事かなっていう気はしますね。僕はストレートにこう、早いタイミングでこうやって、なんとなくその精度が上がってくると、はい、あの、サーバーのセカンドサーブっていうか、まあ、こう、にもプレッシャーかけれて、そこでなんかダブルフォートしてくれたりだとか、うん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 、ちょっと ペースがこう、はい、なんか変わって、うん、ちょっと
自分が有利にポイントを取れるような形につなげられる可能性が高くなっていくんですよね、うん、はい、うんうんうん、ですよね。なのでまあ自分がやることもそうですし、相手からそれを仕掛けられてもそんなにこう慌てずに対応するっていうのも大事な技術ですね。うん、うん、はい、そうですね。あとはまあ大体このお話の中で出たことでもあるんですけど、そもそもやっぱりシングルスでなかなかネットに、出ようという気になれませんというか、これ、大学生の女性の方からいただいたんですけど、それで出て勝てるんだったら、いろんな人が出てると思いますみたいなことも、言われたことあるんですけど、うん、まあ、この辺もやっぱり、駆け引きですかね。こう、出たり出なかったりをしっかり入れていくっていうとこなんですかね、佐藤さん。ちょっと一から学び直しましょうか、テニスを。うん、時間と場所を奪うっていうことが多分あんまり頭にないと、うん、そういう考えにつながらないのかなっていうか、まあこうネットに出るっていう。うんうんうん、結局こう例えば後ろに下がってボールを落として力強く打つみたいな。はい、感じのところで、まあそこがポイントにつながっているような感じだとしたら、うん、はい、なかなかそういう考えにいかないと思うんですよ。まあこれはちょっと、うん、ぜひ土井さんにもお伺いしたいんですけど、まあそうやって勝てちゃう試合がジュニアでも多いっていうのは現実的にありますかね。まあそうですね。まあ、ジュニアは、なかなかやっぱボレーのスキルが低いので、うん、まあ、出ない子が多いんですけど、はい。まあ、僕の考えとしては、その出ないで勝てるんだったら、別に出なくても構わないけど、はい、ただ、将来的に出ないといけない場面って絶対出てくるんで、まあ、出ないで勝てるんだったら別にそれは構わないけど、はい。練習でやっぱ出る練習をしとかないといけないし、うんうん、で、まあ、ある程度自信がついたら、試合で、まあ、流れ的に、別に問題ないとこでトライをするっていうのは、必ずやんないと、うんうん、まあ、この先、ずっと出れなくなるよっていうようなことは、よくジュニアには言ってて、うんうん、まあ、絶対出なさいっていうことはないと思うんですけど、うん、ただ出る必要性はどっかで感じてくると思うんで、うん、まあ、例えばそういう出てくる相手に負けるようになったりとか、はい、まあ、自分が前出ないことによって全然相手に楽なプレーをさせてしまうとか、まあ、そういったことは多分、うん、勝っていくといずれ起きてくると思うので、うんうんうん、まあ、ネットプレーは、まあ、いつか必要になってくるスキルだなと思って練習していかないと、はい、うん、まあどっかで多分つまずく感じはあるのかなと思います。うん。うん、いや、本当におっしゃる通りで、自分より上に勝ちたいんだったら、やっぱり新しい要素を入れていかないと、もう、なんて言うんでしょう、周りから見てても、それはしんどいだろうっていう打ち合いばっかりになっても、なかなか打開できないと思いますし、なんかこうネットプレーってこう強い人がやるというか、対戦相手でも強い側がやるっていう印象を持ってらっしゃる方がいるかと思うんですけど、僕はむしろ逆かなという気がして、うん、なんかこう、チャンスをつかみに行く方がやらないで、それで勝とうっていうのは無理かなっていう気はしますよね。まあ強い人の側に行きたいんであればやりましょうですね。それは。うん、そうですね。はい。まあ、あと、こう、やっていくと、だんだん、自分がやられても落ち着いてプレイできるというか、そういう、なんかこう、いい循環も生まれてくるかなという気はしますね。あ、ジュニアの育成に向けて、こう、僕がちょっとなんか、
偉そうにこうやって言わせてもらうとしたら、やっぱだから、まあ、ストローク対ストロークの場面、ストローク、アプローチ対相手パッシングの場面、相手ネットプレーで自分パッシングの場面、はい、まあ、あとそのサーブからのこうパターンっていう、はい、そういうあの全部の要素をちゃんとオールラウンドで練習していくっていうのを、うん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 、コーチが先導してっていうか、これがあのスタンダードだよっていうのをこう、はい、やってったらいいんじゃないかなと思いますね。そうですね。なんか相手が前に出る出ないっていうのは自分で決められないですからね、はい、もうそこは対応していかないといけないとこが、まあ、テニスの面白さでもあると思うので、いや、まあ、ただそれがみんなやってると思うんですけどね、うん、はい、なかなかでもこうチームでうまく練習したりとかっていうのが、うん、ネットプレー果たしてどれだけこう全国の部活だったりサークルでできてるかなっていうのは結構疑問符ですね、うん、だからまあコーチがそのドリルこう制限するドリルを引き出した、うん、まあ、相手のみんなの動きを制限すさせあのしなきゃいけないようなシチュエーションのドリルをやってあげるってことですよね。うんうんうん、その中で自分たちもまたそれぞれで課題が見つかると思うんで、うん、そこで考えてどういうふうにやっていくかっていうところはをやっていけばもう、まあ、もうそのまま実践につながってる、実践の場面を一つのシチュエーションを区切ってやってる感じですから、うん、もうまさにゲームベースとアプローチで分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。なんとなく、まあ、ちょっとこれも最後になるかもしれないんですけど、一時期よりは私もプロの選手もそうですし、まあ、学生さんも含めてちょっとネットプレーまたなんか見直されてる兆しがあるような気がしてるんですけど、シングルスでもあのいろんな手法もそうですし、だから逆に言うと、やられるケースも多くなってくるかなという気もするので、うん、まあ、佐藤さんおっしゃったように、いろんなシチュエーションを練習しておくっていうのはすごく大事かなと思うんですね。うん。いや、あの、ナダルだってめちゃくちゃネットプレーうまいですよ。そうですね。うん、まあ、ダブルスも強いですし、まあ、当然、はい、ロジャーも抜群ですけど、まあ、ジョコビッチ、はそうでもないですよね。なんか世界のナンバーワン。うん。だ、まあそこじゃないところで戦ってる、でもやりますよね。でも入れますもんね。入れますよね。うん。確かに。若手もオールラウンドになってるんじゃないんですか。そうですね。あのバックハンドもシングルハンドもちょっと増えてきてるように、こう。テニスって絶対いろんなこう流れがあるので、ずっとずっと同じ調理っていうのはないと思うんで、うん、まあそういう意味を込めて今日はちょっとこのテーマでやってみたんですけれども、ちょっと最後にあのお二人から、まあ締めじゃないんですけど、あのぜひシングルスの試合に出てらっしゃる方に向けて、まあちょっとネットプレーで意識してほしいポイントでしたり、あの期待したいことみたいなのをちょっといただいてもいいですか。佐藤さんから。あ、はい。まあ本当に僕もなんかまあ中学3年生からサーブ&ボレーやってたんですけど、はい、あのもう最初の頃なんかもう全然こう抜かれてもうまあ、なんで前出てくんだろうって多分思われたと思うんですよ、ね、で数々の失敗を繰り返し、失敗っていうかまあその経験をもとに確立していった部分っていうか、はい、っていうのがあるので、やっぱりまあ、出ればいいっていうものではないですけども、そのこうやりながら自分が感じた部分だとか、はい、結局まあそのテクニックの問題だったりその準備だったり予測だったりっていろんな要素はあるんですけども、こうやっぱとにかくこうトライしてもらいたいですね。まあそこがやっぱりそこの中からいろいろこう客観的に見てもらう形だとか、修正に向かう
ポイントをこう見つけた上で正しく繰り返して自分のものにしてもらいたいです。はい、鳥さんどうでしょうか。まあテニスってその圧倒的に前にいる方が、まあ、打てる範囲も広がるので、はい、まあ、どう考えても前にいる方が絶対強いんですね。まあ、ただ出ればいいっていうもんでももちろんないですし、はい、あの出方が間違ってれば当然やられますから多少リスクはあるんですけど、まあ先ほども言いましたがやっぱどっかで必要性は絶対出てくるので、はい、まあ一番大事だなと思うのはやっぱり出るってことに対して迷わずに出るっていうこととか、まあ、自信を持つとか、まあ、やられるのはもう承知の上でやっていくのが絶対いいかなと思うので、はい、まあ、やられたとしてもそこから学んで次にまたトライしていただければいいかなと思うので、とにかく自分からその行動しないといけないことなので、はい、もうこれは迷わず出れるようにちょっと頑張ってやっていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。すいません、今日は一旦、はい、どうぞ、もう一つだけ、もう一つだけ。どうぞ、全然大丈夫です。すいません、ちょっと、シングルスを勝つために、はい。ダブルスにトライしていくっていうと、ああ。やっぱりシングルスのショットだと結構、こう、決まってくるんですけど、ダブルスだといろんなショットがあると思うんですよ。はい、そうですね。だから、そういう、なんかダブルスをこうやることを、まあ、シングルスでを強化する目的としてダブルスをやるとか、うん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 、っていうあの考え方もちょっといいんじゃないかなと思いました。そうですね、結構専門を自負してらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、そこをちょっと柔軟に考えるとシングルスに活かせるものもたくさんダブルスにあるかなという感じですよね。はい、うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日は一旦これで終了にして、またちょっと別なテーマで今後やらせていただきたいと思いますので、今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。